どうもこんにちは、ゆうげんでございます。今回もよろしくお願いいたします、ということでございまして、前回もコメントご視聴多くいただきまして本当にありがとうございます。さて、で前回のコメントのお返しというか、まずですね、ここは雨の鳥船ですね。はい、前回ね、最初にコメントで教えていただいて、これは雨の鳥船ですねって話した20秒もしないうちに天の鳥船って呼んでましたけれども、はい、言い間違えました、すいませんでした。で、あと、ゆうげんさんは何センチなんっていう、ね、ご質問をいただきましたが、まあ、何のサイズの話なのかちょっと分かりかねますので、お答えは控えさせていただきたいと思います。ちなみにね、足のサイズは分かんない、 25.5 から26のサイズの靴を履いてます。あと、これはハルカフカ4のパート1の動画のコメントで新しくコメントいただいたんですけれども、そのゆげこという名前をね、自分も使わせてもらってるというコメントをいただきました。ありがとうございます。もう浸透しつつありますね、ゆげこという名前は。というか、公式のお名前を使わなくて本当にすいません。さあ、そういうことで、やっていきましょう。今回もね、よろしくお願いします。で、前回までに、本来行くべきここ以外のところは回っていろんなイベントを見ました。出入り口もちょっと一応行ってみますか、先に。あ、ダメだね。はいよ、じゃあ行ってみましょう。で、メモを見る限り次はもうこっち入って良さそうなので、高戸のウテナね。ここが高戸のウテナか。お、佐々木さんのイベントですかね。遅かったな。佐々木、どうしてここに？どうして？どうしてって姫さん。この船の船長に向かってそいつはあんまりだ。船長って。え？ん？どうしたの？船長というフレーズに驚いたの。どうかしたんですか？あ、うわ、うるさいのが消えてやっと静かになったと思ったのに。あ、そうだ、佐々木さんとはそうだ、行動を別にしたっていうことだったんだ。そうだ、当然のようにメモに佐々木さんがいたから一緒に同行していると勘違いしてしまった。船長に向かってうるさいとは聞き捨てならねえな。え、あんたが船長？船の扱いに長けていて、ヒムカの一族の血を引き、何よりもともとこの遺跡は俺らの根城だ。これの操縦自体はできるんでしょうか？俺以外に誰が船長やるってんだ。船長なんて決めなくても特に困ることはないと思いますけどね。船もこうして動いているし。かー、分かってねえな。月のない空があり、酒のない宴があろうとも、船長のいない船なんてものがあってたまるか。なあ姫さん、あんたになら分かるだろ。この船には船長が、この俺が必要だ。あれ言うけれど船長なら私がやるわ。勇ましすぎでしょ。これどっちでも多分ですね、まあ、傾向として3分の2が正解なんでしょう。だこれでも正解だと思うんだけど、まあここはね、佐々木さんとのイベントですよっていうのが、まあ、ほぼ明らかなので、花を持たせましょう佐々木さんに。いいわ。おいおい、その言い方はねえだろ。ぜひ船長に。そうか、え、あ、ぜひ船長になってください、お願いします。ああ、任せとけって。おお、喜んでくれました。姫さん、俺という船長がいるからには、あんたをどこへでも好きな場所へ連れてってやるぜ。操縦の仕方知りたいんですけど。佐々木、お願いね。おお、さて、これでめでたくこの船は俺のものだ。おら、おのども出てこい。出てきた。大将、念願の船ですね。俺嬉しくて泣けてきちまった。今まで船がなかったのか。やっぱり。いやは、船がありゃ胸張って海賊って言いますね。だこれ船なのかって話。
今までの根城と変わらないが、そうだ、冷静な指摘をしてくれる、そういう役割ですね。さあ、者ども遠慮はいらねえ、くつろげくつろげ嘘、みんな一緒についてくるの全くゆえこのせいだよ。でもほら、いろいろ助けてくれるかもしれないし。大将、これ腹減っちまって、なんか食い物ないですかずっと隠れてたら腰痛や。ちょっと横にならせてくださいよほら、助けてやるのはこっちの方なんじゃない。なるほど。おいおい姫さん、何不安そうな顔してるんだ。大丈夫、副船長の俺がついてるんだ。何も心配することはねえぜ。まずは橿原に行くんだったな。そんなもんあっという間だ。俺の船の経験を信じろ。船の経験は本当にあるんだろうか。見たことないから。わ、何、どうした、早速やっちゃった、事故っちゃった。おい、何がどうした。言ってるそばから船長頼んだよまずい、どんどん落ちてる、墜落する。おい、そんなことがあってたまるか。船首を上げろ、船体を傾けるな大将ダメだ、火事が効かない。そんなには何でも体勢を保て、船を守れ。でかすぎるものね、難しいですよ。船体を保つだけでも難しいと思いますよ。で、何があったの。ゆえこ大丈夫ですかってことは、これは墜落してしまったのか。うん、でもこの船どうなったの。なんとか不時着したようですね。あらら、とりあえず船体は無事だな、頑丈なもんだ。ここはどこなんだろう。橿原なんてことはないよね。外の様子を見に行ってみませんか。何かわかるかもしれない。うむ、行ってみましょう。おし、佐々木が仲間になった。さて、特に何もなさそうですので、出口に行きたいと思います。おお、うわ、なんだこりゃ、すごい霧だな。あ、トウヤ君、悪しき霧が全てを包んだ。人も森も忍び寄る夕闇を、なんという。ねえ、一見素人目にはとても綺麗な風景に見えるんですが、そうではないんだ。ゆえこ、これを持っていた方がいい。あ、お守りだ。この葉っぱを、ナギの葉は魔除けになるって言われている。うん。何かの役に立つかもしれないから。魔除けのお守りになるのね。自分自身の名前とかけているのかもしれませんね。うん、自分の思いもこもってるよ、みたいな。ナギの葉。ん？素直に行きますか？素直に行きますか？ここはね。ありがとう。まあ、気休め程度のものだけどね。うん、上がりました。本当はこんなものの世話にならないのが一番なんだけど。うん。お？いつになくシリアスな顔。なあ、姫さん。こんな霧、スザクの力でパーッと吹き飛ばしたりできねえかな。何？無茶言うな。確かにスザクは強い力を持った神だけど、別に万能じゃない。あら？そうなの？か、俺らの守り神様も案外頼りにならないな。中津国にいるっていう龍神様の力でもなければダメか。うん、龍神様？その名前、時々聞くけど。失礼。それって？なんだ、中津国の姫さんともあろう人が知らないのか。うん。みんなは知ってるの？当然。説明を。さあ、説明が来ました。わあ、綺麗。龍神とは中津国建国の際に人に力を貸した強い神だ。力を借りた？
その時力を借りるようなことが何かあったんですか？かが血のオロチだよ。あ、そうそう。です、ですって。はあ、はあ、豊橋原じゃ有名な味だ。遠い昔、豊橋原の人間は加賀地のオロチに苦しめられていた。荒ぶる神を鎮めるため、毎年一人ずつ生贄を差し出したりね。生贄だなんて、誰かオロチを倒そうとか思わなかったの？オロチの力は人々にとってあまりに強大だったんでしょうね。だが、8人の生贄の少女のうち最後の一人が立ち上がった。オロチに立ち向かい、戦うべきだと人々を諭し、仲間を率いるようになった。それでも苦しい戦いが続き、もう戦う力も失われそうになった頃、竜神が現れた。娘の祈りに応え、人々をオロチから救おうと。竜神が現れたの？本当に？さあ、どうなんでしょう。いずれにせよ、オロチは姿を消し、平和になった豊橋原には、中津国が作られました。今も中津国の王が願えば、竜が加護を与えるという。だからこそ、中津国の王家に連なる者は、竜の加護を受けた神の子。巫女と呼ばれている。君もそう呼ばれたことがあるだろう。そういえば。そうそう、要は竜神ってのはすっげえ神様ってことさ。で、竜神の巫女ってのは、竜神様の力を自由に使えるんだろう。どうだろう。自由かどうかはわからないが、竜神を呼ぶことができるとは伝えられている。なるほどね。呼べるかな？そうなんだ。でも私、竜神の呼び方なんて知らないよ。そんなのどうやって？なんだ？なんだ？思い出したのか、まだ。これか、記憶がガーって出た時の音か。二の姫には竜の声届かぬか。あー、なるほどね。母様、やはり二の姫では浮力が足りぬようですね。我がことも思えぬ。待って、母様、私もちゃんと竜神の声聞けるようになるから。今のは、そうか、そんな思い出が、思い出というか、実際あったことですよね、これ。巫女の身に痛みが凝りついている。苦しいのか。あ、なんでもないよ。なるほどね。身に痛みが凝りついている。ああ、トラウマにも近いのかな。トラウマっていうのをすごく、言い方変えると、ああいう言い方もできるのか。なるほどね。もういいだろう。呼べない神の話なんてしても仕方ない。行くの？行かないの？あ、そうだね。そろそろ出発しよう。夕霧？後のことはよろしくね。あ、夕霧が知ってるんだ。ええ。ゆえこちゃんこそ気ぃつけてな。うちら、留守番って意味か。ゆえこちゃんの帰りをおとなしく待ってるから。お、浄化を覚えた。全体浄化を覚えた。ほう。さて、あ、一本道ですね。一応では情報を見てみましょうね。新しいところに着きましたので。まあ変わりないかな。はい、祝辞。あ、書いてあった。雨の鳥船。はい、間違いません。彦さん、あ、結構北まで行ける。あ、これで、あ、この辺って分かりました。どうやらやはりここは九州の北部だっていうのが分かる気がしますね。本当にそうか。本当にそうかな。まあ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 、よいしょよいしょ。どうした？ああ、霧がすごいのか。先が見えないね。一体どこまで続いてるんだろう。
こうも霧に包まれてはどれだけ歩いたかもわからなくなってきますね。目印は見当たらない。同じところを歩いてるってことはないと思うけど、印なんて見落としてるだけじゃないのか。周りも見えないんだから。確かに、そうか、そうだよね。ダメですよ、そんな不安を煽るようなことを言っちゃ。冷静な意見を聞きましょう。オシシト、君はどう思う？ん？あ、オシシトさん、はぐれてしまったかな？あらら、いない？どうして？どこかではぐれたのかな？連れ去っちゃったの？トヤ、連れ去ったってどういうこと？惑いが人と人を遠ざける。霧に拒まれ、戻された。戻された？それって。姫さん、トーヤが何か言ってるのか？うん、でもよくわからなくて。しょうがねえな。ん？おい、ナギはどこ行った？ナギ君もいなくなっちゃった。ナギならそこに。いない、ほんとだ。ナギもいない。どこ行っちまったんだ。ちゃんとこれ目を凝らそう。次誰がいなくなるかもしれないから画面から目を離さないで。私も今完全にナギ君から目を離した結果いなくなってしまった。ナギ、惜しい人さん、どこにいるの？聞こえたら返事して。あれむむむむむ、大丈夫か。一応セーブしとくか。先に進みますか。とりあえず戻っても何もないな。なるほど、行くしかないか。はい、この霧一体どこまで続いてるの。どこを歩いているのかももうわからない。あらら、完全に迷ったか。うん、参りましたね。俺たち迷っているんでしょうか。もともと道に詳しくもないですし。おいおい、何言ってんだ。この佐々木様がいるんだぜ。阿蘇に暮らしているんだ。こんなちっぽけな山で迷うはずがないだろう。そうですか、それは心強いです。ではここから先かは佐々木を先頭にって。ああ、風早さんのグラフィックに隠れて佐々木さんいなくなっちゃった。嘘、さっきまで隣で喋ってたのに。あ、投薬もいないんじゃないか。これ霧が深まる、怖みが強まる。ミコ気をつけ。ほら、いなくなっちゃった。投薬いかんよ、これ手つないでないと。ガザハヤ、今度は投薬がいない。確かに隣にいたのに。投薬まで、これはやっぱり俺たちが迷っているんでしょうかね。迷ってるという次元ではない気もしてきた。ですが妙ですね、この霧は。ん？風早？ああ、手をつながないから。風早、そんな、目の前にいたのにどうして。みんな一体どこに行ってしまったの。あら、こんな展開、ここで悩んでても仕方ない。みんなを探そう。すごいね。それでも歩き回れるのは相当な胆力だと思いますね。普通だったらこんな恐ろしげな見知らぬ森で一人ぼっちになったら動けないよね、女の子だし。あ、なんか荒野に出た。霧を抜けた。でもここは、あんな森が近くにあったのにここだけ草も枯れてる。何かあったのかしら。ん？おじいさん、あそこに誰かいる。この辺りに住んでいる人かな。あの人に話を聞いてみよう。あの、こんにちは、おじいさん。すいませんが、ここどこなのか教えていただけませんか。ここは何もない国じゃ。おっと、沖縄だけボイス入りですぞ。何もない国、何もない国。全て静寂に飲み込まれてゆく。あら、そう、なんかまるで八鬼の陣の中に
誘い込まれた、そんな迷い込んでしまった感じですよね。今ある者たちもやがて消えゆく者ばかり、すべては無へと帰るのみ。おじいさん、おっと、これはおじいさんの天秤を動かすチャンスか。まあ一応なんか物語に関わるかもしれないからセーブしときましょう。まあ左ですかね。何があったんだろうって聞いてみようか。この草原もずっと向こうまで枯れてしまってる。何かとても恐ろしいことが起きたみたいに。聞いたところで何も変わらぬよ。この地には恐ろしいことなど何も起きてはいない。すべてに滅びが訪れるは誰にも変えられぬ定め。とこしえを訳された地でも定めには抗えぬもの。どんなに栄えたものもいずれは滅びる。中津国のように神の定めに抗えるのは黒き手の王のみ。それすらもすでに定められている。おじいさん、大丈夫、大丈夫ですか。正気を失ってるので。ただ黒き手の王が滅亡も永続も混沌の輪から拾い上げる。止められぬことだ。白き竜のくぐつよ。私はくぐつ？おじいさん。誰？汝には救うことはできぬ。その姿は？汝にも救うことなどできはせぬ。あの服は常世のものだ。そうだよね。レバントさんと同じものを感じる。それじゃあここはもしかして私どうしたら。なんだこれ。左、興味津々。聞きたいけどさ、いけない。ここはちょっとどうしようかな。ストーリー的にはこっちだよね。ちょっと興味津々すぎるよね。どうしたらいいかわからない。わあ、どっちだろう。これでもなんか、これ聞きたいよな。まあでもこっちかな。ここは我の国。あら、何者も抗いえぬ。この人は、この人は王様ですか。消えゆく世界に準じよ。向こうの国の。ついの葉が魂をつなぐか。これはあれか。お守りの効果か。うわぁ。なるほど。なるほどっていうか、分かった風な口を聞きましたが、今、常世の国が最大の敵というよりも、さらに大きな存在があるようですね。どうかなさいましたか。竜の巫女が緑の湯庭に迷い込んだ。あれ、後ろにいるの誰。竜の巫女、土井和地を倒したと聞き及んでおります。ナーサティ、新しい人ですね、これは。え、巫女の力ではあるまい。玉盛りし魂が一時常世に降りたに過ぎぬ。掴んだが呼ばう力が奪い去った。
忌まわしき者よ。父上？父上か。だがその名脈は捉えた。もはや逃れることはできぬ。で、新しい人ですね。パッケージにはいないのでノーヒントですけど、サティが破片に乗り気とは思わなかったぜ。サティ相性かな。ナーサティアの相性、あ、相性だった。ほのいかずちだ。なんかすごい西洋風のいでたちですね。二人ともそうか。ナーサティアさんは得意だけど。豊橋原の西端より国内の半島を撃つのを優先していたと思ったな。中津国の巫女、王家の者がいるなら単なる辺境の半島ではない。ほんの5年前まで中津国は豊橋原の大半を掌握するほどの国だった。今がどうであろうと軽んじることはできまい。竜神の巫女が常世の国に害をなすほどのものだと？可能性があるならそれだけで十分な理由だ。巫女はすでに高千穂の土井和地を黄泉に追いやった。だが真に土井和地を召したのはなんと、やはりお前か、アシビ。お前は巫女のこととうに知っていたのだろう。よせよ、こんな回廊でする話か。高千穂を枯らす土井和地は竜神の巫女が倒した。お前もそう言っただろ。レバンタの死で龍脈の途絶が収まり、豊橋原の恵みも保たれる。ふむふむ、中津国を討つ大義もある。せっかくの苦労を水の泡にしないでくれ。闇から闇に葬ればいつか歪みが現れる。国にあだなす者を裁くために法があるのだ。軽々しく領主は裁けない。その間に民が死に絶えるぞ。そうだとしてもそれが国だ。私にお前を切らせるな。いや面白い。いやさすがですね、乙女ゲームらしからぬこの壮大なね。いや新しい人、国家とは領主とは支配とはっていうことを教えてくれる。誰、また新しい顔ばかりしてる。祭り事の話、あ難しいだ。難しいか。サティはお前と違って苦労が絶えないんだよ。声がない人か、サブキャラ扱いなのか。シャーニー、あ失礼、アシュリーノートと、はあはあはあ、若い形と呼ばれる。あだって行きたくなかったんだもん。だってどうせ軍の夫人がどうとかそんな難しい話でしょ。僕には関係ないし、なんだか父さんもちょっと怖いもん。どんなお話か知らないけど、兄様たちがいいなら僕も賛成だよ。いいな、お前は気楽そうで。うん、おや、柊木さんかな今。ああレバンタの元にいた男だ。柊木とか言ったか。中津国の者のようだ。国を売ったらしいな。姿を見せないと思ったが、こんなところに来ていたのか。星、時が進んだ。もう一つ星が動く頃か。ふむ、鳥。いやちょっと待って、このように困った。サムネコの方が2つできてしまった。どうしよう。さあじゃあ気になる
展開ですが、時間が来てしまいましたね。セーブできるよね。じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ね、本当にまるで大河ドラマのような、歴史ドラマのような展開になってきて、個人的には非常に興奮しているところでありますけれども、はい、続きは楽しみですね。この人は一体誰なんだっていうのも含めてパッケージにいた気がします。では今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。またコメント等をしてくださいますととても嬉しいです。ではでは失礼します。